ここから 8×4 になります。 8×4 でビートセットなしです。ない。先行ここじゃん、入れ替わってください。先行カイザー、後攻カエデ、カエデこっち、ビートチェックお願いします8×4、ここから 8×4 で OK、 DJ も 8×4 で、これみんなでレディーファイトとかやっとく？バチバチがいいならやんなくていい。どっちがいい？やめよう。レスポンスないんでやめましょう。それでは行きましょう。フロンティアアザラシハイ決勝、カイザー対カエデ、先攻カイザー、後攻カエデ、8×4 DJ 行こうぜ、レディーファイ。一人で音楽やってるわけじゃねえ、周りの誘い、周りから言われることも確かにあるぜ。今日は自分のためだけに握ったマーク、剣は誰かの救いになって誰かに救われてる。この循環を大事にする。お前に言われたこともね、俺の心には深く突き刺さってんだ。だからこそ今すぐ変わるとは言わねえ、これからの動きでしっかりと判断していく。 yeah, 間違いないぜ。俺はあえて外に出てくんじゃなく、愛知に住みながら愛知を変えて、愛知に住みながら東京に出て、この前ハーデムで愛知が一番って言ってきたぜ。やり方だ、ここに住み続けて音を出して、その上で夜中産地愛する街から、ビーツとワイム食うバイブズバーガー。いいね、羨ましいぜ。その年でそのことに気づけてるなんて正直羨ましいぜ。いろいろやらかしていろいろ遠回りした結果、地元に帰ってやっとそれを理解したんだよ。一回地元出た時にやっぱり地元が根底にあったんだよ。だからこそ気づけたことがあるんだ。だからこそ胸張って言うぜ、腐ってもならけんよラッパー。それから言わせるのが気づくのが遅すぎる。その前に引っ張ってくれる仲間見つけてこいよ。って話だ、今はそういう仲間がここにいる。悩ましい、だから輝かしい証。いや、俺は引っ張ってくれる仲間や、そいつらのために東京行こうが大阪にいようが、愛知が一番の大地って IC で狙ったタイミング。 What I mean? Yeah, 確かに気づくのは遅すぎたが、ディスカバリーが聞くのがヒップホップのカルチャーだろ。全部正当化する気なんて俺も腹からねえんだよ。いえ、ダセえとこはダセえ、かっけえとこはかっけえ、かっけえばっかの人間じゃ面白みがないぜ、ワンマイク。だからこそ俺も確かに悪いとこもあるけど、それをさせにやって勝てになるんだよ。お前の今のワンバースはこの前のさっきのライブで言ったら全部かっこよかったけどな、今じゃ無理だよっていう話だ。今バトルの小説だけでそれ語っちゃおせんだよ。わかるかよ、それをお前のライブの中で消化しやかっこよかったぜ。あ、俺は全部消化する、だからしてるアライブ、目に焼き付けるのよこの後のライブ。いや、でも どの口で何言うかが肝心なんだろう。こないだまで言ったらそれは薄っぺれいもんになったけど、今等身大で話してるから思ってんだろうがよ。どの口で何言うかが肝心、先人たちが築いた礎の上にそれをサンプリングするんじゃねえ、ぶっ壊した上でオリジナルを作りに行けんだぜ。何度も言ってるだろ、ヒップホップは過去を生産するためのカルチャーであって、そのカルチャーが大事であって、過去を生産して言い訳をするための小説の上の道具じゃねえんだ。わかるか、だから俺はそれを生産していくだけ、間違いならねえんだ。ならならならけば、それでも結局取れないしな、結局鹿の角が取れちゃったジブラシカだわ。やばい、バチバチ。それではやっていきましょう。先攻カイザー、後攻カエデ、フロンティアアザラシは優勝者カエデ。優勝おめでとうございます。カイザーにも大きな拍手お願いします。いいな、3万。え、今日3万今月18万じゃん。いいな、初任給だからね。これ今あの銃をやります。新しく出てきて最高の最高の後とりあえず新しくも新しくあの説明してあげてください。あ、症状
じゃあしぐれくんからいきましょう。かっこいいしぐれ。おめでとうございます。読んだ方がいいと思う。読んでから、OK、はい、今のカットで、はい、あなたはフロンティアアザラシ祭、in 名古屋において、当時の成績を収められましたので、これでを称します。先生よって、フロンティア第8陣本戦の出場権があります。おめでとうございます。おめでとうございます。優勝の鍵をお願いいたします。先に言います。この後ライブなんでウィーニングラップいらないです。さあ、もう行きましょう。